はい、皆さんこんにちは。トースレスレスフリーライブよっちゃんです。今日は5月7日12時2分、YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。今日も、仮想通貨のマーケットレポートですね。仮想通貨時価総額上位100、こちらですね。こちらを皆様と一緒に見ていこうかなと思います。私もちょっとね、こちら今、見るの今日初めてなんで、さっきコインチェックの方でね、ちょっと相場のマーケットレポートしてたんですけども、こちらちょっとまだ見てなかったんで、皆様と一緒に見ていこうかなと思います。で、今日はまずこの前に、皆様にちょっとね、シェアしたいなということがありまして、ちょっと、まあ、仮想通貨をね、もうすでにやっている方は全然ご存知かと思うんですけども、まあ、仮想通貨のね、取引所と販売所の違いですね。こちらちょっと簡単にご説明してからマーケットレポートしていこうかなと思います。初めての方ぜひ聞いていただければなと思います。まあ、購入するにはですね、仮想通貨を現金をですね、まず円を取引所か販売所に入れてから、仮想通貨の売買が始まるわけですね。で、まず取引所というものがどんなものかっていうと、まあ、取引所っていうのは取引所がありまして、そこに個人と個人がね、取引をするのが取引所になります。なので、例えば、ちょっとメルカリみたいなもんですね。メルカリもメルカリっていうものがあって、そこの中で個人間で値段が決めて、売りたい人と買いたい人が、マッチングして、それが取引になるということですね。例えば150円で売りたい方と150円で買いたい方。この2つが交われば、150円で買いたい方が購入できる、売りたい方はその150円が逆に入ってくるという形になっていきます。それが取引所、分かりやすくそんな形で覚えていただければと思います。なので150円になってるかなってないかで購入できるかできないかが決まりますので、例えばですね、購入したい方が150円で注文を出したんだけども、その時に価格の方が市場でですね155円とかだとしたら買えないわけですね。155円出せば買えるけど、150円だと安すぎて買えない。だけども時間が過ぎてきて、価格がだんだん下がってきてですね、150円になった時に買えるっていうのが取引所になります。なのでちょっとタイムラグがあるわけですね。まあ株式でいうと成り行き注文と指値注文の違い、まあこれもちょっと詳しい方はもちろんご存知かと思うんですが、まあそういう形になります。取引所っていうのはそういう形になってくるので、150円で買えるのがですね、10分後なのか、30分後なのか、1時間後なのか、翌日なのか、まあそれはちょっと詳しくわからないんですけども、まあそういう形になってきてしまいますので、まあ自分が買いたいものがですね、まあ150円ですぐなれば、ね、もちろん買えるんですけども、価格っていうのが動いてるわけですから、まあそれがどうなっていくかによって購入のタイミングが変わってくるというのが取引所の、まあ主な特徴になっているのかなと思います。逆に販売所っていうのはどんなものかっていうのは、販売所っていうものがですね、ありまして、まあコインチェックとかなんかそうだと思うんですけど、まあコインチェックが仮想通貨をね、150円で買いたい人と売りたい人、こちらがまあいるわけですね。で、販売所がそれ値段を決めるわけです。先ほどは売りたい人が決めるわけですね。あと買いたい人が決める。これではなくて、その、まあメルカリが決めてるようなものですね。でメルカリが150円で出してる。売り物と買い物。という形のものになってくる。まあ、メルカリではないということですね。ですから、ちょっとやり方が違うということです。ちょっとわかりづらいんですけども、販売所っていうものが値段を決めているっていうのが、まず主な特徴なので、ただ買いたい人と売りたい人っていうのは、販売所が決めている値段で、すぐ、その場で買いか売りしかできませんので、まあ、買うボタンを押せばその値段、販売所が決めている値段、例えば150円だったら、逆に150円、よりちょっと高くなっていることが多いと思うんです。155円とか160円で、まあ、注文が、販売所が決めて値段を出すということですね。で、売りたい人は逆に150円より安く、販売所が、まあ、値段をつけることが多いと思うので、まあ、なので150円で売りたい場合は、実質の価格がですね、160円とか150円以上じゃないと、販売所っていうのがやっぱ手数料みたいなものを取りますので、少し値段がね、逆に、安くなるという形になってきますので、高くないと150円で売れないということですね。150円以下だったら、ちょっとこれはやってみないとわからないんですけども、まあそういうことです。わかりやすく言うと、取引所と販売所の違いっていうのはこういう形になります。まあだから、まあちょっとですね、本当に今言ったことで逆に、わかりづらいかなと思うんで、また今度改めて、取りますので、まあメルカリみたいなもんというのが取引所です。値段が決まって。まあ購入。で、販売所っていうのは値段を決めるのは個人じゃないんですね。個人が決めることは売りか買いかだけなんです。で、販売所が全部値段を、まあ管理しているというか、
まあ、決めているということで、それに応じて買い物と売り物ができるということなので、まあ、ただその値段で OK であれば、その場でもうすぐ約定するというか、買い取りができますので、まあ、スピード感はあるし、まあ、その場で逆に決済をしたい場合は、そちらの方がいいんじゃないかなと思います。逆に例えば買いたい人も、取引所で言うと、150円で買いたかったんだけど、仮想通貨がだんだんこう値段が上がっててしまって、まあ、200円ぐらいになっちゃったっていうことになると、逆にその、先ほどの販売所で買った方が良かったってことになりますので、ここが難しいところなんですね。まあ、ただ、一般的には取引所の方が、その取引してる値段で買えるってことなんで、安く買えたりとか、高く売れたりってことが出ると思うんですけども、まあ、そのスピードの差ですね。だから差し値と成り行きの違いみたいなもんだと思っていただくのも分かりやすい一つの違い。販売所と取引所の違いを分かりやすくするためにはこれがいいんじゃないかなと思います。随分長くなってしまったんですけども、またこれに関してはちょっと改めて動画撮った方がいいかもしれないですね。ちょっと簡単なんだけど意外と分かりづらいっていうのがあると思います。で、分かりづらいっていうのと同じなんですが、昨日もですね、聞いたことあるけど分かんない仮想通貨って皆さんもないですか？私も結構いっぱいあって、未だに、これ何やってたっけなみたいな、ちょっと分かんなかったりすることが結構あるものがまだまだあるので、その辺も含めてね、お伝えしていこうかなと思います。仮想通貨市場がですね、今日は値上がりしてたものが多かったんですけども、少し安くなってきているものが増えてきました。リップルなども今 9% 安。170円ぐらいですね。朝180円ぐらいあった気がしたんですけど、ちょっとまあ、このような形で少し値段がね、少しずつこう安くなってきているものが多いのが特徴かなと思います。ユニスワップも 6% 下落ですね。ユニスワップってほんとマーク可愛いなと個人的に何回も思っちゃうんですけども、今日動いているのはやはりイーサリアムクラシックですね。まあちょっと値段、先ほどよりは下げてますけども、朝よりはね、それでも 29.9%、13,758円。ということですね。あと今日はね、ご紹介しなきゃいけないのはクアンタムでしょうね。クアンタムがすごい動いてましたね。一時期 90% 高ぐらいまでありましたね。今 86.6%。こちらですね。見ていただくと 140% 上がっているということで、1週間でね。すごいですね。はい。クアンタムが今日はクアンタムの日かなっていうぐらい動いてます。イーサリアムクラシックはね、逆に言うとなんていうのかな、この前も 50% 上げてましたので、まあ、こう、小刻みにめちゃくちゃ高くなってるという感じで、まあ、クアンタムとちょっとね、クアンタム一気に来たなっていう感じなんですが、まあ、その違いはあるけど、イーサリアムクラシックは強いですね。あと、こちら、オントロジーですね。こちら。これ今、ネオンを持ってると確かもらえるのがこのオントロジーだと思うんですが、こちら今日上がってますね。30% とか、しっかりですね。その他OMG もしっかりですね。こちらね。コインチェックに上場してるような銘柄。結構上がってますよね、今日ね。コインチェックに上場するやつってなんか結構本当に上場した後上がるなっていう、よく皆さんも思ってると思うんですけども、結構やっぱり審査にね、結構、もちろん時間とか割いてると思いますので、まあ、いいコインをね、今後も上げてくるのかなっていうところ、ちょっと注目してます、その辺はね。ビットコイン、ダイヤモンド、すごいですね。今日 50% だ。ビットコイン、ダイヤモンドって、じゃあどんなのって、なかなか説明が難しいところですね。リスクもすごいですね。なんか1000円目前かなって感じですけど、まあ、今890円ぐらい。25% 高ですね。じゃあ、最後にまたソンコインちょっと見ていきましょうか。ソンコインはどうか。今日今100位以上ですね、見てますけども、そんなに動いてないですね、高校期ですね。やはり今日も、主力どころが動いてますね。逆に100位以上のやつは、避けてるものがめちゃくちゃ多いですね。逆に資金が出てってるような感じで、まあ、有名なところに資金集まってきてるなっていうふうに、昨日ぐらいから、それが動きが顕著だなと思いますね。そこ今厳しいとは思うんですけど、どうでしょうかね。はい、ソンコインもやはりね、ちょっと 9% 安で、だいぶ値段がね、落ち着いてきましたね。75円ぐらいです。こちらの上昇率もかなりね、1000% ぐらいありましたからね、だいぶ下がってきてしまったなという感じです。ちょっと今チャート見てみます。
まあ、こんな感じで上まで行って、今ちょっとこの辺まで下がってきてるって感じですね。はい、ということなので、またでも75円ってここに意識されるポイントがあるので、ここからまた戻る可能性もねあるかもしれないです。ちょっと怖いですよね、やっぱりね。まあ触らぬ神にという感じはしますけども、どうなんでしょうかね。この辺は一気に上がってましたけど、今ちょっと落ち着いて、やっぱりね少し戻ってきたなっていう感じです。ということで今日は、逆にね主力どころですね、仮想通貨の、コインチェックに上場しているような仮想通貨が買われていたなというところで、今はそれ以降のね動きはなさそうですね。ちょっと値段的に少し今日は朝高かったんだけど少し下げてきてるなっていうところですね。またちょっとこの辺を注目していこう。さすがに昨日も、今日の朝もね冒頭してたようなものが多かったので、まあ、ちょっと一気にね資金が比較もちょっと入ってきたなっていうところもあるし、まあ、ちょっとね逆に天井掴んだかなと思ってパッて逃げてる人が多いのかなっていうふうにも見えるので、ちょっとデリケートな展開だなっていうふうに個人的には捉えて、まあ、ただ逆にここからまたね夕方なんて一気に逆に戻すプラスになってくるという展開もありそうなので、ちょっとこの辺はね温かく見守っていければなと考えています。ということで今日のね、2回目の動画になりますけども、ぜひ1本目の方をねまだ見てない方、そちらの方を見ていただくと価格差などねちょっと掴みやすいかなと思います。では、今回は販売所と取引所の違いをねちょっと簡単に、なかなかうまく説明できなかったなと思うんですけど、まあ分かっていただけたらね、ちょっとでも分かりやすかったなって思っていただけたら幸いです。ということで時価総額100位以上、100位以内もちょっと簡単に説明させていただきました。ということで今回の YouTube 以上となります。よろしければ高評価、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回も最後までご視聴ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。